S ランクなんて無理無理とか言いそうなものですけど、それにリディも私に対して逃げずに勝負を挑んでくるなんて、二人とも成長しているんですね。いや、しみじみとしてる場合じゃありません。私と二人はライバル同士、二人とこれからも張り合えるように今日も修行あるのみです。ジロジロ見られてるけど、あっ、さてはミレイユさん、今さらながら私の可愛さにメロメロに。いや違うわよ、二人とも立派になったなって。うう、つっぱり、そこまで見事に切らなくても。私たちそんなに変わりました？ええ、そりゃもう、最初の頃なんてヘナチョコもいいところだったでしょ。今日のミレイユさん、なんか容赦ない。そうかしら。まあ、そんなヘッポコ双子ちゃんも今や国でも最高峰のアトリエの主、顔つきも錬金術の腕前も心構えも全部すごく立派になったと思うわよ。そうですか？そこまで言ってもらえると嬉しいな。この調子で栄えある S ランク一番乗りを目指してちょうだい。応援してるからね、リディちゃん、スーちゃん。それか、まあ二人がいいなら。ああ、私はあんまり良くないですかね。さあ行こう。ヒルシショー、うわ、すごい数のお客さん。ちょうどいいところに。ごめん、ちょっと手伝って。はい、わかりました。助かったわ。ただでさえ依頼が多いのに、急にお客さんがなだれ込んできちゃって。さすが師匠。師匠のアトリエ大人気ですもんね。何言ってるのよ、あなたたちのアトリエだって大評判よ。今だって S ランクを目指してるんでしょ。あ、そっか。
でも師匠ならいつでも S ランクになれるんじゃ。いや、そう簡単にはいかないわ。錬金術の腕だけじゃランクは上げられないもの。それに最近は仕事で手一杯で、ランクのことを考える暇すらないわ。そこまで忙しいと大変そうだな。というわけで二人とも遠慮なく私のことを超えていきなさい。国一番のアトリエになるのがあなたたちの夢なんでしょ。あと少し頑張りなさい。どこ行く、どこ行く。ああ、君たちか。そういえばもう S ランクのアトリエにはなったのかい。いえ、まだですよ。今まさに頑張ってるところなんです。そういうアルトさんはアトリエランクどうなんですか。ああ、飽きた。飽きた？え、飽きたってランク制度に。ああ、一応 B ランクまでは上げたんだけどね。別に金が欲しいわけじゃないし、ランク制度によらずとも錬金術ができる。だからもうランクを上げようとは思わない。ただそれだけのことさ。は、はあ、すごい。その決断力がアルトさんらしい。そうかな。まあ、そういうことにしておこう。ただ、君たちはアトリエランクを上げて国一番のアトリエになるのが目標なんだろ。だったら最後までまっすぐに走り続けることさ。そうすればきっと悪いようにはならない。うん、わかりました。アルトさん、アドバイスありがとうございました。どこに行こうかな。いよいよだね。はい。って言ってもまだ試験を受けられるかどうかすら怪しいですけど。大丈夫だよ。二人ならすぐすぐ。頑張れ頑張れ。しかしアトリエランクって難しいよね。私なんて B ランクから先上がらないし。ほら、アトリエランクってアトリエの評判を上げないといけないでしょ。そのためにはお仕事を受ける必要があるけど、フィリスちゃんはね、ちょこちょこ外に出かけちゃうから依頼受けられないことが多くて。ああ、なるほど、そういうことか。先生は先生でランク制度は嫌だって言って手伝ってくれないしさ。そういう堅苦しいのあんまり得意じゃなくて。まあ、二人は私と違って評判も順調に上げていってるみたいだし、国一番のアトリエまではあとちょっと。私もソフィー先生も応援してるからね。
私の番だね。限界を超える力を見せてやる。これが俺の全力だ。
くれるとは。私たちの勝ちだね。どこ行く？どこ行く？お邪魔するわよ。ありゃ、皆さんお揃いでどうなさったんですか？ソフィーとフィリスから二人が錬金術の目的を決めたと聞いたもので。師匠の私に教えないなんて水臭いじゃない。ほらほら、聞かせてみなさいよ。ごめんね、制裁平原で二人が話してたの聞こえちゃって。本当にごめん。別に聞き耳を立てるつもりも言いふらすつもりもなかったんだけど。いいですよ、別に隠すことでもないし、それにいつか伝えに行こうと思ってましたし。ですね、私たちの錬金術の目的というか新しい夢は、みんなのための錬金術師になることです。今までいろんな人にお世話になってきたから、恩返しも込めて錬金術をみんなのために使いたくて。途方もないとは思いますけど、これが私たちの錬金術の目的です。どうです？素晴らしいと思いますよ。あなたたちらしい素敵な目的です。そうね、あなたたちが決めたことなんだし、私は師匠としてただ応援するだけ。しっかり頑張りなさいよ。途中で投げ出したら許さないんだから。もうイルちゃんたら素直じゃないな。二人が目標を決めたんだってあんなに喜んでたのに。ちょっとフィリス、別にここで言わなくてもいいでしょ。とにかく私も含めてここにいるみんなが二人の夢を応援してるよ。多分簡単な夢じゃないと思うけど、頑張ってね、リディちゃん、スーちゃん。はい、絶対に叶えてみせます。じゃあ改めて目指せ、みんなのための錬金術師。
何サボってるの？ほら、こっちに来て一緒に案を出すの。さあ。よし、それじゃあ実践してみるわよ。二人とも準備はいい？ほう、まあ恥ずかしいことを除いては別に。よろしい。じゃあスーから。はい、どうぞ。やはー、あたしはスールマーレン、キラリと輝くひまわりのような錬金。妹に負けないように頑張りなさい。では。私はリリー・マーレン、アジサイのようにしとやかな知性派錬金術師。いい、実にいいわ。素晴らしかったわよ、リディ。ただ、照れがあるのは今後の課題ね。はあ、すみません、精進します。ええ、とにかく二人ともこれで向上はバッチリ。つまり、ようやく一人前の錬金術師ってことよ。これからは、ことあるごとに向上を名乗って自分たちの知名度を上げていくこと。いいわね。バイバイ。ねえ、しーちゃん、師匠には悪いけど。うん、リリー、工場なんてさ使う機会ないよね。というのは私のプライドが許しません。わかったわかった、そういうところは変わらないんだから。そりゃそうです、プライドと美しさは私の主成分ですからね。おお、自分で言っちゃうなんてさすがはルーちゃんだね。そうでしょう、もっと褒めたたえるといいですよ。うん、全然褒めてないよ。まあでも、これからは自分なりに変わっていこうと思っています。特に仕事、受ける量を減らすのももちろんですが、辛くなったら二人にバンバン頼ることにしました。それがいいよ。一人で無理して体を壊したら元も子もないし。ええ、ただ頼りっぱなしなのは尺なので、二人もどんどんお姉さんに頼ってくるといいです。私のアトリエとあなたたちのアトリエ、二つのアトリエが共に大きくなっていけるよう、
緒に頑張っていきたい。私はそう思うんですが、どうですか？いいと思うよ。ルーちゃんがお手伝いしてくれるなら私たちも安心できるしね。はい、ではお互いに協力していきましょうね。私たちがライバルであることに変わりはありません。気を抜いてると圧倒的実力差であなたたちのアトリエを潰してしまいますからね。そこは普通に協力すればいいだけじゃないの？いえいえ、それじゃつまらないじゃないですか。敵対的協力関係ですよ。なんじゃそりゃ。まあいいや、望むところだ。ボルテールこそ瞬殺してやる。じゃあ私も乗るしかないね。ルーちゃんなんて潰れたプニみたくぺちゃんこにしてやる。せいぜい頑張ることですね。まあ多分あなたたちじゃ無理だと思いますけど、これからも切磋琢磨していきましょうね。私のかわいいかわいい妹たち。お出かけお出かけよしよし、たんとう食べ。毎日水とご飯をあげればいいだけだもの。でもこの子たちって小さい上に柔らかいから、隙間に入り込んでよくいなくなるの。ああ、なるほど。物の整理が下手なスーちゃんが勝ったらすぐ行方不明になっちゃうってわけですね。下手じゃないし、やらないだけだし。というわけで、手乗りプニを買いたければ身の回りの整理から始めることね、スー。うぅい、まさかそんな予想外のところで引っかかるだなんて。でもスーちゃんがお片付けさえしてくれれば、私は別にプニを買うの反対しないよ。へえ、あんまり気が乗らないな。師匠のプニを見に来るだけで我慢しようっと。いや、お片付けすれば買っていいよって言ってるのに。
スーちゃんのこういうところたまにわからない。お出かけお出かけ。スーちゃん、合わせなくていい。
から元のフィリスさんに戻ってくれてよかったです。さすがにあのテンションじゃ物を教えるのは大変ですもんね。我もまだまだ精進が足りんな。フィリスさん、たまに出るその言葉遣い、何なんですか？実は前からちょっぴり、だいぶ気になってて。ふふふふふ、知恵の渇望には応えねばなるまい。これはかつて共に道を歩んだ盟友との契約の証。何を言ってるかさっぱりわからない。大丈夫、私に任せて。ははん、知りたかったら教えてあげるね。これは昔一緒に旅をした人の影響なんだ。世界の真理を知りかねていた我に典型を授けし、漆黒の魔剣士、その名はレヴィ。その人は外のことを全然知らなかった私にいろんなことを教えてくれたの。黒っぽい服を着たすっごい剣士で、名前はレヴィさん。かの者の作りし供物はまさに至上の快楽。ああ、今記憶の糸を手繰り寄せても味覚の泉が。レヴィさんの作るご飯はとっても美味しくて、はあ、今思い出してもよだれが出ちゃうよ。ゆえに我が琴の葉の調べはかの者への崇拝の勝者。そなたらも我に導かれるか。というわけで私の言葉遣いはレヴィさんへの尊敬の証なの。へへへ、二人も真似していいよ。ああ、なるほど。スーちゃん、翻訳ありがとう。フィリスさん、真似はしないです。どうしてこんなにかっこいいのに。言いづらいし、わかりにくいからですよ。普段からみんなこんな感じでいたら一日が会話を理解するだけで終わっちゃうでしょ。っていうわけで真似はしません。ごめんなさいレヴィさん、魅力伝えきれませんでした。だが我は屈しない。いずれそなたたちを我らの深淵に巻き込んで。困れませんけど、スーちゃん疲れたから帰ろう。そうだな、姉君よ。我らの安住の地へと舞い戻り、創造の徒となろうではないか。えはははははは。スーちゃん、今日ご飯抜きね。少し写実的に。はあ、ただいまお父さん。スーちゃんは漫画を買いに行ったよ。で、あれ、ルーちゃん？ああ、お邪魔してますよ。お父さんのこと見つめてどうしたの？おじさま、年を取ったなって。私たち
ちがこれだけ大きくなったんだもん。そりゃお父さんだって年を取るよ。そうですよね。昔はあんなにかっこよかったのに。あ、思い出した。ルーちゃん、昔からお父さんのこと好きだったもんね。大きくなったらおじさまと結婚するって言ってたこともあったっけ。それは若気の至りです。ただなぜでしょう。昔からおじさまのそばにいると落ち着くんですよ。兄弟なのにお父さまとは正反対だからでしょうか。ゆるくて適当でいつもだらけてて。おいルーシャ、お前俺のことけなしてないか。いえいえそんなわけで私の初恋の人はおじさまだったというわけです。ルーちゃんって見る目ないよね。いい、私もそう思います。お前ら人がおとなしく絵を描いてるのをいいことに。わあ、お父さんが怒った。ごめんなさい。ごめん、遊ばせ。さて、そろそろ帰るとしますかね。リリー、おじさまのことちゃんとお世話してあげるんですよ。うん、分かってるよ。あんなでも私の大切なお父さんだからね。何なの？二人して本当に何なの？それではおじさま、いつまでもどうかお元気で。
しょうがないわね。今日は機嫌がいいから、とっておきのごちそうも作ってあげるわ。楽しみにしてなさい。あら、今の見ました？奥様、いるししょったら満面の笑顔ですわよ。見ましたわ。本当にプニのことを可愛がっているんですのね。ほら、そこ、当然のように部屋にいるんじゃないわよ。ごめんなさい。師匠とお茶しようと思ってきたんですけど、ちょうど面白い変わった場面に出くわしたもので、名前をつけてあげなさい。
よし、決めた。あなたの名前は